champion. It's a new day, bro. My day. Gotta do it now. にとったら堀口は別格だからっていう感じなんですよ。そういうことじゃないです。あいつは特別だから、そういうことじゃなくて、自分だって一人間で膝ぶっ壊して腰ぶっ壊してでやってるわけじゃないですか。そういう意味で日本の子供たちに自分は夢を持たしたいなと思って戦ってる姿を見したりとか頑張ってる姿を見してます。自分いつも思うんですけど、日本人の考え方が、あ、それはできない、あれはできないって、もう抑え込みすぎなんですよ。教育が良くないですよね。はっきり言って、お前ならできる、やれるっていう洗脳をしちゃえば絶対いけるんですよ。そんなお前じゃ勝てないよから入ったら誰も勝てないですから。をやめて日本に行くときに、When I think about Horiguchi, I think about a guy that I tried to sign 5 years ago actually. And I tried to sign him and he said no. He said, I'm going to go back to Japan. And he said, I'm going to help grow the mixed martial arts in Japan. Nihei さんがそのときダンで近くで自分の試合を見せたし、だからもう何だこれな、本物の自分が行って盛り上げられたらいいな、起爆剤になればいいなと思って、まあ大変に行きつつ、大体が自分の利益のためにやってるなっていうのが大前提かなと思って、自分でそうじゃなくて、はっきり言ってその回転戦だったりとか、はっきり言ってファンだったりとかのためにやってる、まあ雷神のためだったりやってるんで、まあ、そこは大きな違いかなとは思いますね。応援してくれる人の喜んでる顔を見てみるのがなんか好きなの。自分が勝って子供たちだった時に本当に挑戦してればちゃんと目指してれば努力すれば掴めるんだよっていうのを、まあ、見せられたらいいかなって思います。